ずは決勝戦に行くので、ちょっと今のお気持ちから聞かせていただきたい。残念です。ちょっと、はい、力がなかった。まあ、ちょっとラインでっていうところで。そうですね、ちょっと被ってしまって、どうしようもなかったですね。はい、この先行数、松井選手の3番取ったあたり、今ではさすがだなと思ったんですけど。松井君の巻き返しがすごい早かったですし、本当にもうおまけパターンになったなって感じしました。そんな中、狭いところをというレザルシーンいかがでしたか。ちょっと隙がありましたね、はい、走り方に、はい、それはもう見えてきて3コーナーから隙があったのと思います。ゴールまでっていうのはいかがでしたか。まあ人気にもなったので、ね、ちょっと申し訳ないです、はい、3日間走られてっていうところはいかがでしたか。まあちょっと重たいなって感じます。決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。今日のレースを振り返っていただきたいんですけども、最終バックのあたりっていうのはちょっと思いましたけど、あのあたりは故障戦自体はどうだったでしょうか。いや負けパターンでしたね、完全に。ちょっと判断的にも難しいところが、もうそこ踏むとこもなかったですし、でも最後、直線踏みましたけども、踏んだ感じはご自身どうだったでしょうか。重たかったですね。まあ、あのオールスターで記念とウィナーズでここ行きましたけども、状態としてはどうですか。ちょっと強度よりマシだと思うんですけど、思ったより疲労が抜けきれなかったので、今明日できる限り、はい、やります。まあ、ローズカップと続いて、寺崎さん、脇本さんとの連携になりますけども、まあ、2年前のオールスターの G1 の決勝でもあったと思いますけども、これに関してはどうですか。まあ、しっかり頑張ります。わかりました。では、最後に意気込みをお願いします。ご一緒に頑張ります。まずは決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっとお気持ちからやっていただきます。まあ、なんとか乗れたっていうぐらいで、まあ、もう少しできることあったかなっていう中で、まあ、うん、北井さんと2人で勝ち上がりたんです。その準決勝を振り返っていただきたいんですけども、いかがでしたか、番手について。うん、ちょっと並びは想定外の並びになってしまったので、まあ、期待さんもちょっと攻め方が変わってしまったと思うんですけど、まあ、その中でしっかり、まあ、一番強い気持ちで勝負に取ってくれて、まあ、僕もできることっていう中での判断でしたけど、脇本さんの仕掛けできたのも見えてたと思うんですけど、もう脇本さん仕掛けてきたのも分かりましたし、まあ、でも、うん、あそこのちょっと遠いところだったので、まあ、そこを、まあ、感じながらっていうのは厳しかったですし、まあ、その前にまくり来る選手がいれば、そこはもう止めたいなと思ってきました。3日間走られてご自身の手応えなどはいかがでしょうか。まあ、成績以上にというか、まあ、感触は悪くないので、まあ、準決勝も道中余裕持って回れたので、まあ、しっかり決勝戦はもっと力、ぶつけられるようにしたいです。決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。これで今年4回目の G1 の決勝になりますけれども、最初の全日本選抜優勝されて、その後大きい着目ついてますけれども、 G1 選手権振り返ってどうでしょうか。まあ、去年と比べて、まあ、安定して決勝戦は乗れてるかなと思うんですけど、やっぱり決勝戦で、なんか悔しいレースが多いので、まあ、そういうのを少しでも減らしていきたいですし、やっぱり勝っても負けても悔いのないレースにしたいなっていうのは思っています。先日祝勝会があったと思うんですけども、やっぱりファンの方とかも来てたと思いますけども、ああいう会はやっぱり開けるとまたいいなっていう感じですかね。はい、まあ、ああいう会を通して本当に自分の力だけじゃないなっていうのを感じましたし、まあ、周り の本当に支えがあってのやっぱ今の自分の立ち位置だと思うので、まあ、そこをしっかりとレースで表現したいなと思います。明日に向けては何か変更点などはありますでしょうか。いや、もう特にないので、あとはまた気持ち入れ直して頑張ってです。わかりました。では、決勝に向けて最後に意気込みをお願いします。はい、決勝戦しっかり自分の力出して優勝できるように頑張ります。まずは決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちから出させていただきます。まああまりいいレースではなかったので、まあ、反省の方が多いです。準決勝をちょっと見返していただきたいんですけど、今日はどのように考えたら、まあ、細切れだったので、むやみに前取って、まあ、メンバー整理して、ラインで決めれる確率が低いかなと思って、少し後ろの方から、最初はレース運ぼうかなと思って、前に出られてからどうですか。まあ、高谷さんと山田さんの動きが、集団取りの動きだったので、まあ、ちょっと余裕を持って、ペースを上げすぎて、
いい感じに前に出れたかなと思います。ゴールの残れたなっていう手応えを感じたんですけど、いやー、やっぱ寺崎に行かれてるんで上げきれず終わってしまったような感じで、その辺は決勝戦を受けてっていうことで、そうですね、もうちょっとメリハリつけてうまくダッシュを使ったりしていきたいです。3日間走られてここまでっていうのは、まあすごい悪いわけじゃないですけど、仕上がりはいまいち。決勝進出おめでとうございます。今日のレースはしっかり先行して3着という結果でしたけども、振り返ってどうでしょうか。まあやっぱりラインで決めれませんでしたし、まあストラッププレーみたいなところもあったので、気をつけたいですね。今年これで4回目の G1 の決勝になりますけども、やっぱり優勝っていうのを言われていたと思いますけども、その後に意識っていうのはやっぱりここまで来るとありますか。いや、そうですね、なかなか暴走が続いているので、はい、今回はバチッと決めたいです。昨日の動画のインタビューでもやっぱりシナさんを応援する声がとても多かったので、明日も先行で見せてくれることを期待している皆さん多いと思いますけども、そうですね、自分の持ち味出してしっかり優勝を目指したいと思います。では最後に決勝に意気込みをお願いします。優勝を目指して一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。今お気持ちから聞かせて。いや、もう久しぶりの決勝なんで嬉しいですね。レースも振り返っていただきたいんですけど、今日はどのように。いや、もう深谷君に全て任せて、本当深谷君のおかげです。まあ、その切り替えの判断などはいかがですか。そうですね、やっぱりもうちょっとシビアなところなんで組ませてもらいました。立ち上がった手応えなんかいかがでしょうか。足の状態はもう本当にいいかなと思います。決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、スタートを取りに行かれましたけども、じゃあもうまずはそうですね、ちょっとスタートを寺崎君を牽制しながら、まあ、取れた位置でっていうことだったんで、その辺は深谷君に任せました。最後切り替えて判断して伸びましたけども、状態としてはどうでしょうか。そうですね、伸びはいいんでいいかなと思います。では最後決勝に向けて意気込みをお願いします。精一杯頑張ります。応援お願いします。まずは決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。そう、気持ちから聞かせていただきたいんです。まあ、そうですね、前のレースで寺崎君が、まあ、決勝進出決めたので僕もっていう意識はありました。その準決勝どのように考えて進んでしょうか。まあ、とにかく自分から動かずにしっかり、展開見極めて仕掛けることが大事かなというふうに思いました。それはものすごい前の遠いところだったと思うんですが、いかがでしょう。まあ、そうですね、郡司君が車間、まあ、開けたタイミングで、まあ、踏めたかなというふうには思うんですけども、まあ、実際に本当に見えていたわけではなくて、まあ、郡司君だったらこれここから開けるだろうなっていう自分の認識から踏んだ感じです。まあ、それで勝ったわけですけど、手応えの感じはいかがですか。まあ、そうですね、スピードの乗りはともかく、まあ、しっかり体は反応できているのかなというふうに思います。3日間走られているのかと。まあ、そうですね、良くもなく悪くもなく感じです。荻本さん、決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。まず気になるのは初手のところなんですけども、あのあたりっていうのはどういうふうに。まあ、前からでも良かったけども、せっかく自分中段取れたんで中段でっていうふうに言おうとしたら、まあ、ちょっとごちゃごちゃしてしまったんで、はい、まあ、あのあたりはまあちょっと一瞬疎通がうまくできてなかったなっていう感じだった。まあ、そうですね、まあ、初手の位置取りしっかり、まあ、大事だと思うので話はしたんですけども、まあ、その確認がちょっとしきれなかったところはあります。実際は8番手まくりということで寺崎選手と同じ8番手まくりだったんですけども、まくってみてご自身はどうでしょう。まあ、反応はいいと思います、はい。まあ、これは先ほどのレースで寺崎選手が勝ち上がってオールスター以来の G1 での連携に合いますけど、あの時はまずいろんなことがあったレースだったと思いますけど、まあ、お互いにそのあたりは分かっていると思いますし、まあ、意思疎通しっかり取って、連携決めたいと思います。わかりました。では最後に決勝への意気込みをお願いします。はい、決勝戦も優勝できるように一生懸命頑張ります。お願いします。決勝戦進出おめでとうございます。ありがとうございます。お気持ちから聞きたいですね。まあ、嬉しいもあるんですけど、本当にヒロトと決めたかったなっていうのがあるので、本当にヒロト頑張ってくれたんで、ヒロトのおかげです。
その市民の練習に任せた準決勝を振り返っていただきたいんですけど、あの本当にヒロトが3まで取ってくれて最高のレースをしてくれたと思います。だいぶ遠かったんで、ね、みんな手応えなどでいかがでしたか。ちょっと最後落車とかもあっていっぱいだったんですけど、安全はかなりいいです。まあ、あの本当に決勝が出るんで悪くないと思ってます。去年に続いてていいところですけど、いかがですか。やっぱり勝ち上がり D 勝敗からっていうところも大きいですし、あの2日目も本当に6着入線だったのが2人失格で繰り上がりだったり、自分にとっての運的なものが見たのかなと思われてます。そこだけ3日間走られてっていう手応えのところ、自力はしっかり出せてるレースがあんまりないので分かんないんですけど、やっぱり決勝に乗れてるってことは悪くないですよ。最後に決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。初手スタート争いあって、結局清水選手の前分けになりましたけども、組み立てなどはどういうふうに話されてましたでしょうか。前取れたら前からっていう話だったので、ちょっと一回スタートし滑って失敗したんですけど、各ラインが前を待ってるような感じだったので、ヒロト君がいい判断で前まで行ってくれました。で、今回3走で、先頭番手、3番手と、それぞれ違う位置で走ってますけども、振り返って今回戦はどうでしょうか。なかなか自力っていう、自力を出せてないですけど、決勝乗れてるので悪くないと思います。わかりました。では最後に決勝への意気込みをお願いします。はい、決勝戦もしっかりゴールまで頑張ります。応援してください。まずは決勝戦進出おめでとうございます。ありがとうございます。2年連続になりますが、気持ちから知りたいですか。そうです。昨年に続き決勝戦の舞台に立ったのは非常に嬉しいです。準決勝を振り返っていただきたいんですけど、松井選手のマークでしたが、いかがでしたか。そうです。後ろ攻めになって一旦抑えてから、あとは他のラインの出方次第で、前々攻めてくれるということだったので、自分は追走にだけ集中してました。実戦の仕掛けなどいかがでしたか。そうです。仕掛けが遅かったので松井君の先行になったんですけども、すごいかかり良かったので、はい、自分がもうちょっと仕事できればなとは、はい、思いました。ゴールまでこんな感じと見えるのか。そうです。混戦で自分がどの位置にいるかもあまり把握はできてなかったんですけども、最後コースは空いてくれたので、踏んで思い切りハンドル投げた結果は3着入れたという形です。はい。また3日間走られてるというのはご自身の手応えで考えますか。スーさんは薬局バンク相性いいですし、はい、今回体調もすごくいいです。決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。杉選手が来ていて、並走になった部分もあると思いますけども、はい、あの辺りというのはどういうふうに見られてましたでしょうか。そうです。ちょっと2人のもがき合いになったので判断が難しいところではありました。はい。最後は混戦の中ハンドルを投げて3着でしたけども、ゴールした時っていうのはご自身の感覚的にはどうでしたか。感触的には3まで入ってるっていうのはちょっとそこまで自分は分からなかったので、ゴール後お客さんに3着だとか良かったぞって言ってくださったので、あ、もしかしたら3着まで入れてるのかなって、はい、そんな感じでした。はい。これでここでの G1 は2年連続決勝進出 で前回のオールスターを決勝に乗ってて、はい、すごく好調ですけども、要因っていうのは。要因は、コツコツ、はい、やってきて、それがうまく、はい、展開と、ラインに助けてもらって、はい、今の結果あると思います。昨年は3着でしたけども、今年は新山さんの後ろから何着を。そうですね。新山の後ろもちろんチャンスある位置ですし、はい、しっかり自分の仕事して、はい、最後優勝チャンスあればしっかり、はい、ゴール駆け抜けたいと思います。わかりました。では決勝に向けての意気込みを最後にお願いします。はい、決勝戦ベストを尽くしたいと思います。応援してください。まずは決勝進出おめでとうございます。はい、ありがとうございます。お気持ちを聞きたいんですけど、もう嬉しいですね。はい、それも一着でということでした。いや、もう上がれたことがすごく嬉しいです。準決勝を振り返っていただきたいんですけど、はい、松木選手マークでした。いかがでしたか。もう全面信頼で昨日の失敗を生かしてしっかり離れないように追走できました。最後はちょっと踏む決断をしたと思うんですけど、いかがでしたか。そうですね。乗り方とか変えて追走一本の乗り方に変えたんで、それが良かったのかなと思います。で、3日間走られてご自身の状態などはいかがでしょうか。そうですね。体的にはいいと思うんで、明日もケアしっかりして頑張ります。
で、まあ、関東の G1 で関東から唯一の勝ち上がりとなりましたが、いかがですか。そうですね、準決勝も2人だったんで、どっちかが勝ち上がればって言ってたんで、あの勝ち上がれて嬉しいです。決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。昨日同様、マスギ選手との連携になりましたけども、はい、なんかレースなどはどういう風に話されてましたでしょうか。もう細切れだったんで、あのマスギ君 の, あの感覚にお任せして、あの全面信頼で頑張りました。まあ、昨日はちょっと離れてしまいましたけど、今日はしっかりと追走して、はいはい、そうですね、今日はしっかり集中してあの頑張りました。ローズカップの段階ではご自身を前回りたいなっていう話をしてたと思いますけども、その時の最近のレースぶりっていうのがやっぱりありますかね。そうですね、最近はもう自力一本のセッティングとあのなってたんで、今日はあの後ろの乗り方に変えて、あのそれがいい方向になりました。G1 決勝は初めてということで、はい、G2 は昨年サマーナイト、はい、特別は2回目だと思いますけども、この G1 の決勝というのはどうでしょうか。そうですね、今回4日制なんで、それが結構早くて、あの自分的にはいいなって思いました。ちょっと6日制だとちょっと長いかなっていう。そうですね、はい、明日は短期ですかね、うん、そうです。しっかりと一発出すという形で。そうですね、一発狙えるかもしれないんで、まあ頑張ります。では最後に決勝の意気込みをお願いします。決勝も頑張ります。お願いします。お疲れ様でした。ありがとうございます。決勝進出ですけど、今のお気持ちはいかがでしょうか。やっとここの舞台に帰ってこれたというか、すごいもう少しから長く感じます。今日のレースちょっと振り返っていただきたいですけど、はい、どのように考えて走ってらっしゃるんですか。そう、このショット、カバンが悪かったんで、まあ、最悪後ろ攻めになるかなと思ったんですけど、まあ、スタート出てあの位置取れたんで、まあ、あとは流れ見て、まあ、行けるとこかなと思います。ちょっと天気が悪かったんですけど、仕掛けてみていかがでしたか。そうですね、まあ、一番この3日間で、まあ、出が良くて、まあ、落ち着いてなんかほとほと回れたかなと思います。3日間走られてっていうのはどうですか。日に日に状態良くなってると思うんで、明日すごい楽しみです。通算99勝で決勝戦に挑むことになりますけど、いかがでしょうか。そうですね、あんまり意識してなかったんですけど、そういえばと思って、はい、まあ、明日しっかりやりたいなと思います。決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。初手、まあ、取りに行って、はい、まあ、あの中段、前中段になりましたけども、どういうふうに考えられたでしょうか。あ、もう絶対まあ、緩むところあると思ったんで、そこのタイミングでしっかり、まあ、踏んだら、まあ、いけるかなと思って、はい、そうやって考えてました。ホームから仕掛けて、まあ、すごいスピードでまくられていましたけども、あの深谷さんからのブロックとかもありましたけども、あのあたりっていうのは踏んでいてどうでしたか。まあ、そうですね、落ち着いて回せましたし、まあ、そこを平素になった時も、まあ、いつもやったらちょっと慌てて踏んでしまうところをしっかり回していけたんで、まあ、よかったと思います。まあ、オールスター以来の決勝ということですけども、この後近畿勢もたくさんいますけども、はい、どうでしょうか。まあ、そうですね、しっかり、まあ、僕はもう先頭で、まあ、やりたいんで、しっかりその前でいいことをやろうと思います。わかりました。では最後に決勝に向けての意気込みをお願いします。決勝もしっかり出し切って頑張ります。お願いします。